たった30秒、2種目でお腹がすぐにへこむ方法というのを紹介していきます。万歳して揺れるだけです。動画を見ながら頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、お腹をへこませるために大切な体の前側と後ろ側をしっかり使っていく万歳ゆりかごを紹介していきます。お腹をへこませようと思うと、つい体って腹筋するように前側だけに動かしてしまいますよね。ですが実は体を後ろ側に動かすことによって、お腹はよりへこみやすい姿勢を手に入れることができるんです。なぜかというと、体の前と後ろのバランスが悪いだけでお腹ってへこまないんですね。むしろへこむ姿勢というのが崩れてきてしまって、猫背や反り腰、腹圧のかからない姿勢、体が上に引き伸ばされてなく、お腹が出た姿勢という風になってしまっているんです。今回たったの2種目、30秒ずつだけです。簡単なので見ながら一緒にやってください。それでは紹介します。はい、うつ伏せになった状態で、スマホは顔の前に置いてください。足肩幅、手も肩幅です。このまま万歳をしながら手を下ろす、同時に足を上げる。万歳、足、こういう感じでうまく30秒揺れてください。これで体の後ろ側全部使うことができます。いきましょう、スタート。こういう感じね、万歳、足、万歳、足、これだけです。慣れてくるとこういう感じで別々ではなく同じように動いてください。しっかりこれでね、姿勢が良くなります。頑張って。 OK。ちょっと腕だるいと思うんで回してください。今度は体の前側です。上を向いて寝ます。スマホ持っとかないといけない方は顔の前を置いといてください。見なくていい方は置いといてください。スマホ持たずにできる方は万歳して、足を上げて下ろすと同時に起きる。こういう感じです。スマホ持っとく方はここでいいです。足を上げたらこういう感じで動いてください。万歳して辛い方は手はここでもいいです。万歳する方がきついです。呼吸は長く吐いてください。それでは30秒いきましょう。いきます、スタート。腰はしっかり丸めて、息は長く吐けば吐くほどいいです。15秒、頑張って。あと少しです。お疲れ様でした。たった30秒2種目、一瞬でしたね。これぐらいは毎日やってもいいんです。腹筋というのは24時間で回復すると言われているので、動画を見ながら毎日1分やってみてください。必ず姿勢が良くなったり、反り腰が改善されたり、行った翌朝お腹がへこんだ気がする、そういった感じでモチベーションがどんどん上がっていきますので、参考にしてやってみてください。頑張ってやったよって方は、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。